はい、どうもカリスマ研究生の高木です。さくらです。あ、ちょっともういいですか。あの、私ちょっと言いたいことがあるんですけど、私丁寧な暮らししてみたくって、で花担当としてお花をなんか素敵にいい感じに飾りたいなと思うんですけど、でもなんか個性とかも出したいし、オリジナリティも出したいし、おしゃれな部屋とかでティータイムとかもしてみたいし、あとなんかできればその流れでモテたいなんかしたらいいなって思ってるんですけど、なんかいい方法ないですかね。いや、そんないっぺんに叶えられる方法あるわけないやないかーい。かーい、かーい。ありますよ。公益財団法人日本いけばな芸術協会の山田です。これめっちゃ丁寧な暮らしっぽいんですけど、どうやってできてるんですか？これはですね、枝の交差点を針金で結んだり、こうやってビスで留めたりして構築して自立させています。で、今日はね、この枝物で組んでいるのにはわけがあって、枝物っていうのはこの後葉っぱや実が落ちてしまうんですけども、その後もこの枝の線っていうのは残るので、これを土台として手軽にね、お花が生きられるようになります。例えば、じゃあね、ガーベラなんかを入れていきますね。こうやって枝を支えにしてお花をね、生けることができますので、長く楽しめます。そんなこともできるんですね。すごいです。いや、でも難しそうです。いや、そんなことないですよ。簡単ですよ。花と器があればできます。まずは初級編、先生お願いします。準備するのはこちら。お願いします。まずは、こちらのカップにダリアを入れていきます。お気に入りのカップっていうのはね、どなたも一つぐらいお持ちだと思うんですけども、お好きなものを選んでいただいて、そのカップに生けるまずは練習をしていきましょう。で、生けていくんですけども、まずこのカップに対してダリアとても長いですよね。まずここでお花を短くするのはもったいないなとか、かわいそうだなと思うかもしれないんですけども、カップに合わせて思い切ってね、花を切っていきましょう。で、このダリア、1本目のダリアはもう1本入れていただくんですけども、その2本目のダリアの支えにもなります。花自身が花留めにもなるので、まずはね、カップにこう安定するように短めに切って入れてみてください。はい、やっていきましょう。はい、そうですね、もう思い切ってこう器に安定するように意識してみてください。あ、で、皆さんは、私正面向けてますけど、ご自身の方にいい風にしていただいていいですよ。そういう感じで、ね、安定してるといいですね。で、ここに2本目を合わせていくんですけども、その時にこの今入れた1本目のダリアを支えにして入れていきます。2本目を選んでみましょう。はい、で、2本目は少し長めに、長めに、ちょっとお花が飛び出すような感じ。この時、あの、お花のつながりを意識していただいて、あまりこう遠すぎて無関係ではなくて、こう関連付けるというふうな意識で入れてみてください。もう最初にね、登場した時の自立してるお花をこの次にやっていただくので、この時点でちょっと、ね、虫ピンの扱いではないと言ってもらいます。ここでお花同士が交差したところなんかを虫ピンで留めて、で固定していきます。とあとね、この固定方法なんですけども、お花のね、支え、ただこう寄り添うだけではなくて、例えばもっと深く関連付けるために花びらを取って、そこに空間を作った上でぐっと寄せるようにしていくと、密な関係も出来上がったりします。このね、花びらを取るのもね、かわいそうだなとか思うかもしれないんですけども、一番かわいそうなのはその花のこう魅力とかそういうものが出てこないというかね、ただぼーっと眺めるだけじゃつまらないので、交差点とかを決めて、そこに虫ピンを刺していきます。まずは初級編ではこう、お花を短くしたり花びらを取ったりしてもいいんだっていう、その今までのね、持っていたお花への規制概念っていうのをね、取り払ってくださいといいです。では、ピッタッチ、これでどうですか。
次は中級と言いながら最初に見ていただいたお花投資で構築してジーズスローお花そちらに挑戦していただきます、はい、でそういう浅い器の時はこう指でちょっと広げてあげるといいですよ。まずは2本のガーベラで、はい、作品のまず軸となる面を作っていきます。立体を作っていくんですけども、まず立体っていうのはその線のものから次は面になってそれで立体になっていくので、その段階を実際に花でやっていけばいいです。で長さの目安なんですけどね、器のバランスを考えて、まあ、今日のガーベラとこれくらい高さがいいかなっていう感じしますね。でこの時のコツとしてはガーベラ2本の接点をできればこうやって2点取ると、この2箇所を止めた時点でこの2本が固定されるので、あとは今足が左右に大きく開いたので左右のね腕はなくなるので、あと残り前後だけこれを支えればもう最低限の立体になっていきます。さっきと同じように接点を意識して止められる場所を考えて、あとは重心を捉えながら重みを感じてどれくらい角度で3本目を止めればいいかなというふうに考えてください。でバランスを取って最終的に仕上げるです。はい、でこの水引きの面白いところは物理的にどうしても制約があるので、はい、自分の思い通りにばっかりならないってところですね。確かに、お花の向きがすでに思い通りになってそう、もたあそばれる感じで楽しんでくださいはい、来た来ました大丈夫ですね、うまくいきました。感動しましたどうして今こう立てようとした時一瞬がちょっと無心な感じになったりとか、お花の重みとかを感じたり、はい、そういう声がなんかこう祈りとか願いに近いものだと私信じてるんですよ。なんか音は聞こえるけど自分の中ではこう静寂な時が流れてるみたいな、なんかすごい吸い込まれた感じがします。この花を生きるっていう、嬉しい。立った時めっちゃなんか達成感あります、ね。まあこうやってね、あの払うとなんていうんだろう、無心になって付き合うっていうのもあるんだって覚えててください。それでは上級編に入ります。今まであのお花をね、こうもっと自由に規制概念からこう離れて自由にね扱ってほしいっていうふうに話してましたけども、今度はあの器自体をもっと自由に使ってほしいなということで、器の新しいこう見方とかを一緒に考えていただけたらと思っています。ハンドルがかっこいいカップなんでね、なんとかハンドルをこう重要な役割、花留めなんかに使えるといいなっていうふうにまず感じますね。これを花留めにしていらんないかな。器がピンク系なんでね、お花も全部ピンク系で揃えていこうかと思います。例えばこのハンドルのところなんかから出したらどうかなとか、うまくいったら例えばこう止まっちゃうとかってことがありますから、ただこれだけだとねちょっとまだ寂しいですよね。せっかくカップもあるのでカップの中からもね行きたいですよね。こういう感じでね、でさっきのと合わせながら、はい、これだけだとさっきと同じでちょっとまだ不安定なんでね、仕上げでもう1本です繋いでいきましょう。で仕上がりです。先生の作品ってガーベラならガーベラだけを生きるとか、ダリアならダリアだけを生きるとか、そういう作品が結構多いなって思ってみたんですけど、そこって何かこだわりとかってあるんですか？
まあ、その一つのものに集中したいっていう思いが一番強いですね。あとまあ性格的なものだと思うんですけど、例えばあの私これが好きだと思ったらそればっかりなんですよ。だから今日もガーベラ行けようかなと思ったらもうガーベラばっかり行けるし、ダリア行けようかなと思ったらダリアばっかり行けるっていう感じです。今回はこういうね日常使いの器で生けていただきましたけども、こういう作品もあります。このような水生けで行った場合はどうしても水が浅いので花持ちとしてはねどうしても良くはないです。ただその時の一瞬一瞬のね花の綺麗さ、きらめきを捉えるっていう上ではとても有効な手段だと思いますので、長持ちさせたいような時はちょっと深めの器なんかを使ってみてください。いやもう花を生けてる瞬間もすっごい楽しかったんですけど、今こうして眺めてるだけでもすごい幸せな気持ちになって、なんか暮らしの中に生け花を取り入れるっていうのはこういうことだったのかなっていうのはなんかちょっと初心者ながらに思った一日でした。美味しい。これぞ丁寧な暮らしですわね。お家でもやってみたいですわ。そうですわ。先生本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。そんぐらい汚かったですか？非常に汚いです。